明治2年8月15日、蝦夷が北海道となりました。そして開拓使のもとで札幌本部の建設が始まるのです。屯田兵制度はその開拓使のもとに置かれた制度です。島吉武が札幌本部作りに着手したのは同じ年の11月10日。そして札幌以外では起こり得なかったような、そんなことをお上がやるかという事件がいくつか起きるのです。そのうちの一つ、御用火事、今回はそれをお届けします。それが古都にとどこでつながるのか、楽しみに聞いてください。池波正太郎の作品に鬼平犯科帳というのがあります。火付け盗賊改め、鬼の平蔵こと長谷川平蔵を主人公にしたお話です。火付け盗賊改め、江戸時代は木造の家屋が多いですから、火をつける、つまり放火をするというのは、これは重罪でした。それを取り締まるのが平蔵の役割でした。ほんの数年前は江戸時代という明治5年、市中引き回しの上打ち首獄門、これに値するようなことを今の札幌市長にあたる人がやるという、とんでもない事件が起きるのです。この前代未聞の大事件、御用火事と言われるものです。北海道100年の時に北海道新聞社が発行した北海道100年という本があります。その炎の町というところにこんなことが書いてありますので、ちょっと読んでみることにします。草小屋対策を練っていた岩村は、明治5年4月のある日、札幌本庁の役人を召集する。リーンを前に岩村は口を切った。市民が命令を聞かんのは、開拓使の建物自体に草小屋があるからだ。よって明日は官の草小屋を焼き払って模範を示す。岩村のこの言葉に皆驚愕、色を失ったとあります。翌日岩村は馬にまたがり、関節学校死生館の生徒や開拓使の理員、それに消防組を引き連れ、まず開拓使の貯財所、木造置き場ですに火をつけた。火は乾燥した東風にあおられ、西の原野に燃え移った。岩村によると、しかして一民家も失わずというのだが、いささか弁解がまし、御用火事に触れた締めくくりでも、人これを御用火事と称す、また一時の権になりと言っているんです。開拓使の正式な記録に御用火事の記載はない。岩村の書いた感動尊厚という本が御用火事に触れた唯一の権威ある記録だが、開拓使や岩村も目撃者の目や口まで覆うことはできなかった。岩村判官の御用火事は札幌中の草小屋をことごとく焼き捨て、中川源左衛門の証言です。岩村判官は8尺ぐらいの白木綿に御用火事という旗を立て、自ら人夫を指揮して藁小屋を片っ端から焼き払った。中山久蔵の言葉です。
札幌赤日誕が収録している目撃者の談話だ。明治も末になっての思い出話だが、これが真実だろう。中川源左衛門によると、この時岩村判官は他に炎症させては相ならずとて、消防組の組織を命じられたるをもって、初めて中川組なる消防組を起こせる。これ札幌区消防組の始めなりという、こういう文章です。とっても手慣れた文章で非常に分かりやすいんです。そしてこの時消防組が誕生したことまでちゃんと触れています。しかしちょっと疑問が残ります。それはしかして一民家も失わずというところです。民に藩を垂れるためにまず開拓地の草小屋を焼いた。それが風にあおられて燃え広がったけれど、一軒も民家を焼くことはなかったんだ、こう言ってるけれど、果たして本当にそうだったんだろうか。こんな面白い話が伝わってます。今の丸井さんの向かいのところにいっぱい飲み屋があったんだそうです。その建物も笹吹き、草吹き、壁も草でできていたんだそうです。だから当然燃やされる。しかしそこを燃やされたら今晩楽しむところがなくなってしまうっていうんで、その妊婦たちがどこから持ってきたのか、板を持ってきて家の周りを囲ってしまった。屋根も覆ってしまった。したがって草小屋でなくなった。だから燃やされなかった。こんな話が残っています。この御用火事の時に燃やされなかったところは、東本願寺の御堂、それから開拓地の前から札幌に住んでいた吉田茂八、その家のわずか2軒だったという話です。実はなんで岩村光人氏がこんな大事件を起こしたのか、それには実は訳がありました。その頃札幌は春になると風が強くてしょっちゅう伸びが出ました。その伸びが燃え広がって火事になるんです。その頃札幌建設のために集まっていた人たちはちゃんとした家に実は住んでなかったんです。札幌で一儲けしたらやがて国に帰ろう、こう考えていた人ばかりでしたから、粗末な草引きの家だけでした。こんな家だから火事になって燃えるんだ、ちゃんとした家を建てなさい。それで岩村光人氏は135坪の土地に家をちゃんと建てたら100円貸すよ、こういう政策を取るんです。当時の100円です。かなり莫大な金額だろうと思います。ただそれには条件がありました。奥さんともども役所に申し出たら100円貸そう、とりあえずまず30円すぐ出すよ、こういうことでした。しかしその頃札幌には出稼ぎでやってくる、札幌本部を作るための人たちは、妊婦たちは大勢いましたけど、奥さんを連れた人なんてほとんどいませんでした。だから人の奥さんを借りて役所に家を建てるためのお金を借りに行くんです。そうするととりあえずまず30年貸してくれました。その女の人は別の人の奥さんになってまた役所に行くんです。そしてまた30円借りる。同じことが何度も繰り返されたそうです。役人の側だって
同じ人が着ていたのをちゃんと知っていたんだそうです。それでも貸してくれたそうです。そうやってお金を貸したのにさっぱり家を建てようとしない。さすがの岩村道俊はとうとう怒ってしまった。それで草小屋を燃やした。これが御用火事の真相のようでありました。鈴木野の近くに東本願寺というお寺がありますが、そのお寺の周り、神美一の村という村がありました。その神美一の村に住んでいた人たちは明治4年に開拓使が鈴木野に遊郭を作ることになって、東本願寺の周りも市街化調整区域になりました。そのために強制的に立ち退きを食らうんです。その行った先が琴二の8軒と24軒と12軒なんです。これが明治4年の話です。屯田兵が来るのは明治8年ですから、それよりも前の話です。24軒が琴二に、12軒が丸山にって書いてありました。つまり焼け出されたから移っていったんだよという表現でした。けれど鈴木野に遊郭は作るために追い出されたのは明治4年の話なんです。どうも1年合いません、おかしいと思って調べてみました。新札幌志士という本があります。それによると御用火事は明治5年3月26日と日にちまで特定されています。そしてその新札幌志士には神美一の村からの移住は明治4年であるとはっきり書かれています。一年やっぱり合いませんね。でよくよくその新札幌志士を読んでみるとこんな記述がありました。本願寺より鈴木のあたりにある神美移民明け小屋残らず焼き払いという文章があります。つまり神美移民の小屋を残らず焼き払ったんじゃなくって、神美移民が移っていった空いた後の空いた小屋を焼いたんだ、人が住んでるところを焼いたんじゃないよって書いてありました。だから24軒8軒ができたのは明治4年、火事は明治5年、御用火事は明治5年、1年ずれていました。8軒と12軒と24軒とこの地名は琴二の町の地名としてずっと使われていました。それが札幌市と合併し、そしてやがて札幌市が政令都市となった時に12軒という地名は宮の森の一部になってしまって、地名としては使われなくなってしまいました。現在は12軒通りという通りがただ一つ残っていると思っていました。ところがです、数年前のことでした。向こうにこんもりとした森があるではないですか。なんでこんなところに森があるのって思いました。そばへ行ってみました。するとです、なんとそこに公園があって、
その公園の名前が宮の森十二軒って書いてあったんです。びっくりしました。十二軒っていう地名がここにもあった。嬉しくなりました。琴仁の八軒と二十四軒と十二軒はそこに住む人たちの多くが屯田兵が入った数だよって間違って覚えてる人がいっぱいいます。でもそうじゃなくって、屯田兵の先輩の人たちが東本願寺の鈴木野のあたりから移ってきた、その数なんだよ。だから御用火事とも関係があるんだよ、というのは今日のお話でしたが、いくらお金を出してもさっぱりいい家を建ててくれない、そのことに怒っちゃった判官の岩村道俊が明治5年春3月26日に札幌中の笹小屋を燃やし尽くした。これが御用火事でした。その焼け跡には琴仁の屯田兵の兵屋のような木でできた建物、屋根は正吹きの建物、そして煙出しの穴が開いているようなあの建物と同じような建物がやがて建てられていくようになりました。御用火事という、そんなことをお上がやるかっていうとんでもない事件だったけれども、その後見事に札幌の町が出来上がっていくのです。この岩村道俊、そういうとんでもないことをやったからでしょうか、黒田清隆に怒られてしまいます。そして左遷されてしまうんです。けれど13年後、明治19年には初代の北海道長官としてカムバックするんです。そして北海道生まれの岩村の次女の名前は蝦夷子、蝦夷の蝦夷って蝦夷子って読むだろうか、蝦夷って読むだろうか、蝦夷子。四女は北子、北の子供というふうに名前をつけました。北海道に強い愛着を持っていたことがこのことからもわかります。御用火事から35年後の明治40年、石川啄木は小説札幌の一節にこう書いています。男も女もしめやかな恋を抱いて歩いているように見えると書くのです。御用火事とことにどこでつながったか、ご理解いただけましたでしょうか。今日の話の中で何度も登場してきたのが鈴木野です。つまり鈴木野に遊郭を作る、これが琴仁と大きなつながりがあったわけです。次回は題して御用遊郭です。これも岩村道俊がやった、そんなことをお上がやるかっていうとんでもない粋なというか面白いお話です。